私たちクリスチャンは、キリストの十字架を信じれば救われると教えられていますが、なぜ救われるのでしょうか牧師がそう言っていたからとか、聖書にそう書いてあるからというのが答えなのでしょうか前回のお話、聖書の契約書の中で、聖書は 神と人間の契約書という話をしましたが、この神の契約は最初アダムが罪を犯した直後に与えられました。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。この聖句は イエス・キリストの十字架の場面を表したものですが、彼とは救い主イエス・キリストのことで、お前とは罪の創始者のサタンを表しています。そして、お前と言われるサタンの結末は必ず終焉を迎えるということなのです。 しかしそのためには、救い主のかかとが砕かれる必要がありました。一般的にイエス・キリストの十字架の様子を描いたものは、手と足の甲に釘が打たれているものが多いように感じますが、聖書考古学の一節によりますと、エルサレムの北にギバート・ハ・ミブタルという場所があり、 そこから十字架形による遺体の人骨が発掘され、足の甲ではなく、かかとに釘が刺さっていたということなんです。その証拠を見るときに、先ほどの創世記の言葉は、より強く迫ってくるものがあります。このサタンに対しての神の宣言は、 罪人の罪の問題が完全解決するという神の契約の宣言でもありました。そしてこの神との契約を結ぶ意思表示として契約者である人間側に神様が求めておられたことが反罪という儀式を取り行うことでした。 この儀式は、まず動物の頭に手を置いて罪を告白して、自ら犯した罪を象徴的に動物に移し、そして最後はその動物を自分の手で殺します。神様はこの方法によってのみ、その罪の責任を本人に問われることはありませんでした。 なぜならば、それは犠牲となられたイエス・キリストの十字架を象徴していたからです。アベルもまた、その群れのウイゴと超えたものとを持ってきた。主は、アベルとその備え物とを顧みられた。このように、 神との契約には救い主が十字架で死ぬことが絶対条件でしたので、犯罪ではそのことを象徴的に表すために動物の血が流される必要がありました。これは救い主が私たち人間が犯した罪の身代わりとなって罪の刑罰を受けられるということをいつも覚えておくためになされた 儀式でしたこうしてほとんど全てのものが立法に従い血によって清められたのである血を流すことなしには罪の許しはありえないさてアダムの時代以降この儀式の意味について知っている神の契約者たちは この犯罪を行うことで救いの概念を常に思い起こし、悔い改めと許しの体験が人生の主要テーマとなりました。その感謝の表明として、神の御言葉に聞き従う生き方が彼らの特徴となりました。そして彼らの清い生き方そのものが 異教の民に対して最も説得力ある伝道となっていました。そんな中、彼らと神様との関係が大きく変わる大事件が起きてしまうのでした。旧約聖書の中にイスラエルの十二部族が出てきます。彼らはもともと神の契約者であるアブラハム、その子、 イサク。さらにその子、ヤコブ。名前が後からイスラエルと変わりますが、この子孫たちです。時間の関係で詳しくはこのことについて説明はいたしませんが、いろいろな経緯で彼らは偶像礼拝国家であるエジプトに移り住むことになりました。しかし残念ながら、彼らは 神の掟に背いて、エジプトの民と雑婚することにより、神の契約者として守るべき安息日を守らず、反罪も行わず、ついにはその神の契約者としての資格を失うことになりました。そしてついには、エジプトで奴隷となってしまったのでした。 しかし神様は彼らともう一度契約を結ぶべく、モーセを指導者として選び、イスラエルの十二部族のために、神との契約者としての知識と自覚を持たせるために、エジプトからアラノへと導き出したのでした。人々は その奴隷時代に神に関する知識とアブラハムに与えられた契約の原則の大部分を忘れてしまっていた。神は彼らをエジプトから救出し、神の力と恵みを彼らに表し、彼らが神を愛し信頼するようになることを望まれた。 神は彼らを後悔にお導きになった。そこでエジプト人の追跡によって彼らは全く逃げ場を失ってしまった。それは彼らが自分たちには全く力がなく神の助けの必要なことを悟るためであった。 つまり彼らは究極的な場面において自分たちの無力さを認識し善能なる神様に助けを求めることによってのみ正しい神との契約者となることを学ぶ必要があったのでしたしかしイスラエルの民は自分たちに神様が提供されている契約をいとも簡単に守れる と自負し、神様に頼る必要性すら感じませんでした。それはまさに人間主体の契約と言えるでしょう。神様は、アダムの時代から神との契約者に対して常に求めておられていた契約条件を、もし人間主体で学ぶことになれば、決して 守れないことをご存知でした。そこで神様は何度も彼らに対して、ご自分がイスラエルの民を奴隷から解放した神であられることを繰り返し述べられ、契約が神の力に頼ることで初めて維持できることを訴えられたのでした。 私は、あなた方の神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの国から導き出したものである。私は主である。私は、あなた方の神、主であって、カナンの地をあなた方に与え、かつ、 あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの国から導き出したものである。彼らが人間の力だけで、いわば人間主体で神と契約を結ぶならば、イエス・キリストの十字架の功績は、罪の許しの犠牲としての役割に、 とどまるのでした。しかし、神が意図されていたものは、罪の許しの犠牲というだけではなく、契約自体を維持させるために奉仕する、中保者の存在までも含まれていました。つまり、神との契約者は、 中保者の働きかけによって、心が清まっていく経験に預かることにより、最終的には契約を守れるようになるのでした。これが神様主体で結ぶ契約なのです。しかしイスラエルの民は、 神様が奴隷から解放してくださった唯一のお方であることを忘れてしまったときに、イエス・キリストが自分たちの契約を維持するために絶対不可欠な中歩者であることを忘れてしまったのでした。神は唯一であり、神と人との間の 中保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスである。そしてイスラエルの民は犠牲としての救い主は認めたものの、契約自体を維持させるための中保者としての救い主の役割を完全に見失ってしまったのです。死内山で 神様が再契約を彼らに持ちかけてくださったとき、彼らはこの中歩者の必要性を感じないまま人間主体で直ちに神と再契約を結んでしまいました。彼らは偶像礼拝と腐敗の中で生活していたので、神の神聖さと自分たちの心の はだしい罪深さと自分たちの力だけでは神の立法を守ることができないこと。そして彼らには救い主が必要であることを誠に自覚していなかった。そして彼らは直ちに神と契約を結んでしまった。彼らは 自分たちの義を確立することができると感じて、私たちは主が仰せられたことを皆従順に行いますと宣言した。このようにイスラエルの民は最も必要な中歩者の必要性を感じないまま神様と古い契約と言われる人間主体の 再契約を結んでしまったのです。それゆえ、彼らは自ら自分の力だけで契約維持する立場を自ら選んでしまったのです。しかし神様は彼らの再契約がこの古い契約であっても 彼らがもし自力で神の声に聞き従い、自発的に悔い改め続けることができるのならば、神様との契約者とみなしてくださるのでした。そのために、彼らが少しでも自分の力で神の立法を守りやすくするために、立法の原則を わかりやすく分類して与えられたのが、モーセの実会、そして、定めと掟になります。さらに、彼らがもし、中保者の必要性を感じて、神様と本来の神様主体の契約を結び直す意志があるならば、 神様は喜んで神様主体の契約を結び直してくださるのです。そのために彼らが中保者の必要性を目に見える形で身をもって学ぶために彼らのために特別に与えられたのがモーセの幕や聖女になります。 アダムやアブラハムの時代には、神との契約において彼らは正しい概念を持っていたので、神との契約を維持するためには、救い主を中保者として信じる信仰が必要であり、そしてその結果、神の恵みと助けによって、神の立法に従うことができるように、心が 作り変えられることを彼らは理解していました。エレン・ホワイトはこの不祖時代の彼らの契約について次のように書いてます。この契約は全ての人に罪の許しを与え、キリストを信じる信仰によって、その後、従うことができるように、神の恵みの助けを与えた。 それは、また、神の立法に忠誠を尽くすことを条件にして永遠の命を約束した。このような背景があるゆえに、モーセの幕や聖女の概念が聖書で初めて登場するのは、不祖時代の神様主体で契約を結んでいた 創世記からではなく、イスラエルの民が人間主体で古い契約を結んでしまった出エジプト24章の直後である。出エジプト25章なのです。また、彼らに私のために聖女を作らせなさい。 私が彼らのうちに住むためである。また、聖女の構造からも、中歩者の必要性を認めることができます。イスラエルの民が聖女の儀式に携わるとき、彼らが儀式のときに足を踏み入れることができる場所は、 聖女の外庭の祭壇までになります。つまり、罪人が犠牲の動物を殺して罪の悔い改めを完了させるためには、この幕屋の部分に出入りできる祭祀に頼らなくてはならなかったのです。この祭祀が 外庭の祭壇から先の部分である幕屋の中での働きを中歩者として担ってくれたのでした。それはまさに中歩者であられる大祭司イエス・キリストの働きを教える儀式となりました。こうしてイスラエルの民は アラノで聖女を通して神との契約について正しい概念を学び、イエス・キリストが犠牲と中保者としての二つの役割を担われることを儀式を通して教えられるのでした。実は、このモーセの時代に限らず、聖女について学ぶ者には、 誰にでも神との契約についての正しい概念とイエス・キリストのお働きにおける正しい認識が得られるのです。逆を言えば、聖女を知らなければ神との契約の中におけるイエス・キリストの担われるお働きについての正しい理解を持つことは難しくなります。 実は、エジプトからの奴隷解放は私たちに置き換えることができるのです。私たちは、意識、無意識に関わらず、相手の立場に立たずに自我を喜ばせることを選択してしまう傾向があります。いくら心がけても、何度失敗しても、自分の力では解決できない問題が、この 自我のために生きるという罪の奴隷の状態なのです。しかし、自分の中には解決がなくても、神様主体の契約者だけに与えられる中保者の取りなしの働きにより、ついにはこの問題が完全に解決するのです。それが、 聖書全体にわたって一貫して与えられている神の約束だからです。そのことを理解している者は、神は許しをお与えくださるだけにとどまらず、罪に勝利する力と罪からの解放を経験させてくださるお方であることを知るはずです。 今、大祭司イエス・キリストは、私たち罪人の罪を許すために、ご自分の十字架の血の功績を掲げて、父なる神様に取りなしの嘆願をされるだけでなく、私たち罪人が実際に罪に勝利することができるように、助け主精霊を私たちにお送りくださる、 このことを取りなしてくださっておられるのです。そしてこの助けに精霊が送られることによって、私たちは罪に対して正しい概念を持ち、自分がどれほど罪深いものであるか、そしてどれほど神が正しく義なるお方であられるか、その目が開けるのです。さらに、私たちは神様の救いについて、 すなわち神の裁きについて正しい理解をすることが初めてできるようになるのです。しかし、私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の駅になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それを あなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きとについて、世の人の目を開くであろう。私たちセブンス・アドミンチストは、大祭司イエス・キリストの取りなしのお働きの結果を、すなわち、聖霊の働かれた、 証しを身をもって体験しなければなりません。それは私たちを清めるために送られる助け主、精霊の感化を世の光として証しすることになります。この精霊は私たちの心を作り変えてくださり、私たちを 善悪わきまえるものとしてくださいます。私たちは自分の罪深さを知り、さらにキリストの義に植え替わくようになるのです。そして、神様から与えられた義によって、罪に勝利できるように、少しずつ、少しずつ変わってくるのです。この経験が成果なのです。 そしてさらに今、大祭司イエス・キリストが、天の死聖女で取りなししてくださっていることによって、同じこの聖火の体験を実際に経験できるのです。次回から少しずつ、モうの幕屋の器具や、また儀式について、皆さんと共に深く学んでいきたいと思います。 引き続きご視聴よろしくお願いいたします。それでは一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日は私たちになぜ聖女が与えられたか、このことを皆さんと共に考えることができましたことを感謝いたします。 私たちは本当に愚かなもので、自分であなた様の契約を維持できる、そのような錯覚を持ってしまいますけれども、しかしそうではなく、あなたの力がなくては、私たちはあなたの契約を維持することができません。なぜならば、自分の力であなた様の立法を守ることができないからです。 しかし、人間主体の契約ではなく、神様主体でこの契約を結ぶときには、すなわち新しい契約では、私たちの心にあなたの立法が書きつけられる、この精霊の感化、成果の影響力によって、私たちは神の立法を守れるように作り変えられる。 この素晴らしい約束を信じたいと思います。願わくばどうぞ、お一人お一人が、この体験を、日々の生活の中で得ることができますように、お導きお助けください。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお捧げいたします。アーメン。